では本日はメディア初絡みになります秋山拓実さんに来ていただきました。すごいね、お互いスーツ着ちゃってなんか違う緊張感がありましたそういつもだからなんだっけ、治療院とか一緒なんですけど、そこでも会う時もお互いジャージだし、はい、あとね飲みの席とか、まあ、コロナになってからねなかなかないけど、あんまりこうかしこまった場で会うことがないんで。そうですね、だからなんか周りの人にも、うん、ほんまにお前淳さん知り合いなみたいなこと言われててそうかそうか、今日でやっとね、はい、証明できますね。僕も、はい、だからその写真とかがなかったね、映像がね絡んでる映像が、やっとここで初絡めさせていただきまして、スーツまで着ていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。でも本当にたまたまのご縁で、僕の共通の知り合いのご縁で大阪行った時に一緒にちょっとね、もう56年前かな、15年16年ぐらいだよね、はい、そうだそうだ、あそこの心斎橋のバーで会って、ね、はい、まあ僕もその時初めて知って、でよくよくこう調べてみたら「イオのゴジラ」と言われて、はい、バッティングも超得意で、あ、すごいやっぱりドラフトでね入って、球団何年目入団？今年で13年目です。13年もいるんだね、はいはい、すごいな。じゃあプロ歴13年ってことだね、イコールで、はい、そうですね、はい、なるほどなるほど。チームがすごい好きだって言ってたもんね。環境が本当にいいですし、ファンの方もすごく熱いんでね、はいで、まあ出会って、じゃその間結構怪我だったんだよね。そうですね、で17年に1回頑張った年があって、その翌年に膝の手術をして。ははは、そうだね、はい、あれ釣り行ったのはいつだっけあれは18年ぐらいか、はい、いや可愛いんですよ本当になんか少年のように釣れたら喜んでて、で俺は釣れないからいじけてずっと後ろで酒飲みながら見てたんですけど、なんか本当にあの時は淳さんが釣れないって言ってるそばで僕は釣ってたんで、うん、そうだよ、その辺の町の港からね、はい、ちょっとちっちゃい魚釣る程度なんですけど、あれでも面白かったな、はあ、ほんまに釣れたみたいなね、はい、まあでもそんなこともありつつ、なんかちょっとその膝の痛みも復活してきて、2020年に久しぶりにもう一回、うん、11勝を挙げて、あ、そうだそうだ、はい、21年に開幕してすぐぐらいでしたっけ、淳さんの YouTube 見てびっくりしたっていうような感じ。ごめんね、勝手に言っちゃったんだよね俺が。それこそ今日もいるけど、ゆうちゃんが髪切ってくれてる時に、はい、ゆうちゃんもなんか野球見に行くの好きだったみたいで、どこだっけ、千葉だもんね、マリーンズに見に行ったりしてて、はい、コロナでいけないねなんて話をしてて、ね、そういえば野球選手は結構知り合いいるなと思って、その松中さんでしょ、ビッグボスでしょ、はい、でアッケマンだから、アッケマン2年連続10勝してくれに2桁勝利したら曲作ってあげたいなってふと思ったんですよ。僕の「メイカミラクル」を入場テーマで甲子園で使ってくれてたんだよね。はいはい、それを聞いてて、でなんかその釣り行く時とかもなんか「淳さんのサングラスくださいよ」みたいな、あ、ちょっとついてくれ、好意を抱いてくれてるんだけど恋愛じゃないよけど、なんかそういうのが分かったんで、あ、これ一個モチベーションになったらいいなと思って応援してたんで、21年に2桁勝利勝って、はい、で曲をプレゼントすることになりました。めでたくおめでとうございます。ありがとうございます。というわけでキャンプ地沖縄まで来ましたけど、僕はタートルネック着てますけど、ここ沖縄です。なんかプロ野球めっちゃ面白くなりそうですよね。ビッグボスも来てるじゃないですか。はいはい、僕実はお付き合いあるんで、はい、ちょっと今気まずいんですよビッグボスがパ・リーグ来たのに俺はセ・リーグの秋山を応援してるみたいな臨時コーチに呼ぼうかなみたいな記事見た気がします。あ、そう、名前出してくださったりとかして、はい、まあデビュー当時とか本当高弘と一緒にお家伺って一緒に飲ませてもらったりとか、お世話になってたんで、ちょっとビッグボスすいません本当にどうですかキャンプは。もう若手じゃないんで、ちょっとペースもゆっくりということで、はい、まあこれからしっかり開幕に向けてっていう段階です。はい、どのぐらいの期間やるもんなんですかキャンプは。2月丸々ですね。2月1ヶ月。はい、はい、開幕に向けながら、調整するのと、やっぱりシーズン長いじゃないですか。長いですね。だから後半でもしっかり力を発揮できるための貯金作り、筋肉のコース。あ、そうなんだ、はい、それが後半になってるとやっぱ、はい、筋肉が減ってきちゃうこともあるの？バテちゃいますね。あ、やっぱそうなんだね、はいはい、それをこの2月でしっかり鍛えて、うん、それ1ヶ月でやれるもんなんですか？12月1月とまたフリーな期間があるんで、うん、あ、そうか、自主トレとか、その期間だから1月ハワイ行ってましたとかっていう選手多いじゃないですか。ああいう期間に自分たちのやってみたいことやりたいこととかをやりながら。なるほど。だってボディービルダーとかでもやっぱり1年かけて筋肉作るとかするじゃないですか、はい、で減量にも4ヶ月かけるとかだからで考えるとシーズン終わったら休みほとんどないね。もう自主トレ入る人はすぐ入る人もいる。そうですね、もう、うん、でもやっぱり休むのが不安になってくるんですよ今度。まあまあそうかそうか、はい、一生じゃないしね、現役の間、はいはい、元気のいい若手もすぐ出てくるんで。まあそうだよね、はい、すごい世界ですよね。疲れも取らないといけないんですけど、うん、休んでていいのってなります。なるほど。それはだって同じチームだとしても競争なんだもんね、はい、そうですね、そこはね、はい、いやー、スポーツ選手じゃなくてよかった過酷な世界で、でもとりあえずは2年連続2桁勝利おめでとうございます。ありがとうございます。すごいことですよ。だからセ・リーグで1人ですもんね。3年連続のチャンスがあるのは。それ知らなかったんですよ。はい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 。達成して、うん、契約更改終わった後に知ったんですよ。俺らもそういうことあんま喋ってなかったよね。とりあえず2年連続行こうみたいな、はいはい、頑張れっていう感じだったんですけど、気づいたら。2年連続セ・リーグは秋山だけみたいな、はい、これすごいことですよ。だからそのぐらいやっぱりさっきも言ったけどシーズン終わりでバテてくることがあったりとか、はい、2年連続で2桁勝つっていうことをキープすることが大変なことってことだよね。今まで1年結果出ても、うん、次がダメだったんでそれをやっと継続できたんでもうこれもう一回今度は3年連続かかってるんで。契約金もバコン上がってああいいな、こりゃちょっともらわないとじゃあ早速ですけど曲聴いてもらいましょうか。あ、一つでもここでご報告がありまして、今日まで僕も送らずに本当に我慢してたんですよ曲を、はい、で秋山ももうどうする先送ってもいいよってそのキャンプのモチベーションのために、はい、いやその日までじゃあ撮ってきますって言ったのに球団さんのグッズの方がこんなグッズ考えてますって届けてそこにタイトル載ってるっていう先に球団が言っちゃうっていう珍事件が起こりまして、まあでもタイトルだけなんで曲は聞いてないです、はい、聞いてないんでじゃあ早速です聴いていただきましょう。じゃあめっちゃねちょっといいヘッドホン持ってきたんでいいですか？お願いします。いきます。タイトルはPut it on the line、まあ、全てをこれにかけるっていう意味です。じゃあ再生します。緊張するんだ俺も。おお。これ緊張するもんだね。好きな子にプレゼントあげるぐらい緊張するわ。大丈夫かな、どうでしょう。ちょっと涙出そうになりました。おお、よかった。めちゃくちゃかっこいい。絶対これ気持ち入りますね。よかった。ランが上がる時。よかった。いやマジで涙出そうになりました。おお、ありがとうございます。よかったです。すごいね、この曲で逆に涙が出そうになるっていいね。いやちょっとそのマウンド上がるの想像しながら聞いたんですけど、これ絶対。気持ちさらに入るな。気合入るね。はい。よかったです。いやもうやっぱりちょっとメーカーミラクルの方がいいんで戻していいですかって言われたらどうしようかな。よかった。こっちで言ってくれそうで。いやでも本当に今回ね、ジェイドとジェイドもうちの事務所で、はい、関西出身なんで阪神ファンなんですよ。はい、で力貸してくれて、あとラップの部分はドーベルマンのチョウ君っていう彼も。奈良出身なんで多分阪神大好きですし、そうそうそうのプロデュースチームにちょっとこう手伝ってもらって、はい、秋山の活躍を願って作らせていただきました。ありがとうございます。よっしゃまあこれでねシーズン終わりとかに笑顔で乾杯できることを祈ってね、はい、今シーズン頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。はい、また LINE とかでも感想聞かせてください。はい、はい、しっかり歌詞も読みながらまた何回も聞きたいと思います。はいはいはい、歌詞もプレゼントするので、はいはい、今回せっかく沖縄来たのでこれのミュージックビデオを作りたいと思ってるんですよ。はい、秋山拓実のために作った曲なのでキャンプで投げてるシーンとかをちょっと撮らせてもらって、はいはい、あと沖縄にEXPG っていうダンススクールもあるので、はい、ちょっと子供に夢を与える存在としてですね、はい、その少年にもちょっと野球やってもらったりとかしてミュージックビデオを作りたいなと思って、うん、なるべく邪魔しないようにいつも通りかっこいい秋山拓実で投げてもらえれば、はい、そのシーンもぜひ使わせていただきたいんですけど大丈夫でしょうか。はい、というわけでミュージックビデオの方もぜひお楽しみにということで、そしてもう一つ今年これ偶然なんですけど寅年じゃないですか、はい、で僕柄にもなく今年なんかお正月暇で書き初めしたんですよ、はい、そしたらなんか意外にもうまく書けちゃって。寅年で優勝祈願で秋山にこれもらってほしいなと思って俺の今年の初書き初めなのでどっかまあ飾ってもらってもいいしもう家しまっといてもらっていいよね、はい、かっこいいですね。ちょっと和風ですけど、はいはい、ほんと一発書きで俺結構字習字になると下手なんだけどなんでこんなうまく書けたんだろうって思うぐらい偶然うまく書けたのよ。で寅もほんと1回で墨汁で書いて、はい、そうそうそう全部筆ですもんね。そう全部筆で俺の本名のハンコと、まあ、目だけちょっと、はい、気合い入れて中で入れておきましたんでよかったらもらってください。ありがとうございます、はい、なんかこういう機会じゃないとなんかね、はい、プレゼントすることないかなと思ったんで飾らせていただきます、はい、今の心境と意気込みを最後にいただいてすみませんヒーローインタビューみたいになったんですけどいただいて、はい、本当に僕もこの日を楽しみにずっとしてましたし、はい、去年YouTube で淳さん言っていただいてから、うん、僕も含めファンの方もすごく楽しみにしてくれてたと思うんでこうやって淳さんに曲を作っていただけてもらったことを一安心してます。で、作ってもらうだけじゃダメなんで、うん、やっぱりしっかり甲子園球場と京セラドームで流れることになると思うんで、そのために僕はしっかりまた1年間投げないといけないんで、そうですね。はい、フル回転して僕のために作っていただいた淳さんの曲を甲子園に数多く響かしたいなと思ってます。お、楽しみにしてます。ありがとうございます。本当に僕らも楽しませてもらってるんで、はい、秋山が投げる日はちょっとみんなで集まって見ながらとか。まあ無理でオンラインで、はい、一緒に見たりとかもしてたんで今年も活躍期待してますんで頑張ってください。ありがとうございます。はいはい。球場にも来てほしいですね。あ、球場ね、はい、行きたい行きたい。あれだね甲子園と、はい、京セラか。京セラはちょっと数少ないんですけど。あ、でも京セラの時も流せるんだ。セカンドホームみたいな感じなの。夏の甲子園で甲子園僕ら使えない。高校生が使うから。はい、あ、そういうことね。あ、だからセカンドホームなんだね。はい。なるほどなるほど。ぜひもうコロナ落ち着いてたらいくらでも一泊で見に行きますんで、はい、うん、楽しみにします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。